SMC&C、ボア&ヒチョル&ユリラとブランドコマース事業に進出。ブランドセレブランドローンチ。エバーグロウイレントシヒヨンの新型コロナ感染を受け、ユヒヨル、キムヒョンチョル、ティイントップらが検査中。ボア、ラジオ番組でカムバック前の徹底した身体の管理を公開。週に2から3度、8km のランニングで有酸素運動。炭水化物も抜いた。普段は幸せに食べて楽しく運動する。食にストレスを抱えたくないし、急に痩せるのは体に悪い。ソウル市のある学校で使われているトイレのピクトサインが話題。女性用もスカートが描かれていない。様々な意見が。区別できず分かりづらいスカートを履いているのが性差別だと考えたことはないなど。日本でもメディアで取り上げられているチベット族の美少年が韓国でも話題に。コミ、新型コロナ検査の結果待ち。エバーグロウイレントシヒヨンの新型コロナ感染を受けて。コミはユヒヨルのスケッチブックの楽屋で彼女たちと挨拶していたという。韓国では明日、大学修学能力試験。今年は2002年生まれの学生が主に受験する。芸能人ではユソンホ、バンイェダム、チャジュンホ&キムミンソ、セミ、ウンギ、ウォンヒョク&ウォンジュン&イェジュンほか。